ギャレット・ドロッパーズギャレット・ドロッパーズは明治時代に親とい外国人として来日したアメリカ合衆国の経済学者であるオランダ系アメリカ人の子としてウィスコンシン州のミルウォーキーに生まれる高校卒業後財政上の関係により母校でラテン語の教鞭を取るその後浪人しハーバード大学で経済学を学んだ1887年に卒業し ドイツに移住する。ベルリン大学に入学し、グスタフ・フォン・シモラー及びアドルフ・アーグナーの教え子となる。後に結婚し、当時母校のハーバード大学の学長であった、チャールズ・ W ・エリオットの推薦により来日命令が下される。これにより、1889年とも10月23日に、ウィリアム・リスカム、ジョン・ヘンリー・ウィングモアラと共に来日した。慶応義塾に雇われ、 そこで主に、江戸時代の経済の教鞭を取った。これにより、これにより、慶応義塾大学部初代理財科主任教師となった。しかし、退日中に妻が赤痢により救世するといった不幸があった。その5歳の妹と再婚し、二人の間には一人の息子が生まれた。1898年に人気満了となり、帰国した。その後、三人の娘が生まれ、 翌年には、サウスダコタ大学の学長を務めた。以降、シカゴ大学やウィリアムズ大学で教鞭を取ったり、当時の大統領ウッドロー・ウィルソンから、ギリシア、モンテネグロの特命全権大使に採用される、投資合わせな晩年を過ごした。後に、日本政府の昇平により再来日し、再度慶應義塾大学で教鞭を取ったが病気の悪化により帰国し、1 9 2七年に、 自宅で死去した。ありがとうございます。